NPO 法人札幌カラス研究会中村です。昨日からですね、札幌なんか台風みたいにすごい風が吹いてて、雨も降ったりとかしてね、このひなのことがとってもとっても心配でした。風に煽られてですね、何でしょう、変な方向に飛んでしまうってことがひなの場合結構あるんですね。なのでそういうことがないようにと思ってずっと気にしてて、今見に来ました。ちょっと雨降ってきちゃいましたね。見えますかね、ひなには、巣のある枝の上の方にいます。お座りしっかりしているので多分問題なく、昨日のね、今結構風あるんだけども、風をちゃんと捕まえてというかね、しっかりと足で枝を掴んで落ちることなく大丈夫だったということなので、このまま降りないでね、来週いっぱいなんとか頑張ってほしいなと思います。いろいろ皆さんも多分ドキドキして見てくれてると思うんですけども、本来だったら下にネットでも張ってですね、落ちた時のために構えたいです。それでは。